やりますか、今日のオフレコ。オフレコ、オフレコって何でしたっけ。オフレコ、オフレコってどういう意味ですか。俺オフレコって言ってたんですけど、オフレコーディングみたいな。あの、合ってるな、こう俺がやってるやつ。あ、大事です。アテレコですか。アテレコな、あ、どうなの。ちょ、俺映すなって。さあ、今日は何をやってくれるかな。あ、いい天気だな、中島ゆうき。さあ、やべ、いやー、今日はカメラを撮られてるのまだ気づいてないけど、気づくかな、まだ気づかない。一回座ります。さあ、おじいちゃんですね、はい、いや、気づきました。は、え、あ、あっとその奥には今日カフェの三島さんがいます。あ、挨拶します。ちょっと、部長になったんですね。選手のことを見てますね。今日も出るのか。さあ、出るのか。得意のちょっとやんないで、あの、ね、あの秘技、鼻くそキャッチ出るのか。うお、来た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 、めちゃくちゃ入ってる、やばい。うわ、どうしようかな、今日取れるかな。上取れた、ポイン。いや、疲れたな。でもしっかり結んで、あれ、まだこれ、食べた、パク、食べた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 、うぇー、いや、バレた、バレたみたいな顔してる。やめてよ、やめてよ、取らないでよ、もう帰って帰ってって言ってます。はい、以上です、ありがとうございました。やめろって言うのね、絶対流してよ。わざと？それ痛いね。お疲れ様です。お疲れ様でした。今日も爽やかですね。ありがとうございます。今日もいい天気で、次の甲府戦なんか暑くなるみたいなので、皆さん、あの、気をつけてください。水分補給、はい、29度になるみたいです。やばいですね。あの、多分凍ってる。いつも口にレモン入れてクエン酸摂取してはい、レモン入れてクエン酸摂取してます。面白くないです。ありがとうございました。お疲れ様でした。最初はずっと背高いんですか。いや、どうだろう。小学校の時とか俺より大きい女の子とかいました、ね。いきなり伸びた感じですか。高校で 10センチくらい伸びた。おお。10センチ。なるほど。ご飯をたくさん食べて。この場合はもう遺伝子が。あ、もうお父さんもお母さんも。お父さんお母さんでかいんで。素晴らしい。てな感じです。お疲れ様でした。まさかの、まあ、まさかの優勝。じゃあ、もうや、優勝。じゃあ、俺がゴール全部片付ける。